はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、北摂サクチャルですね。ようやく1人目を作っていきます。で、デッキは前回と同じなんですけれども、袴瀬っちゃんの PSR プラ5をお借りして、剣道ハッチを自前で用意してます。 SR45 になってます。で、まあいろいろね、もうツイッターの方でも経験点とか見てみると、もう2万点とかね超えてる人とかいるんで、すげえなーって思うんですよね。で、北摂高校に関しては、まあ、やっぱり経験点を出そうとすると、まあ、ときめきタッグで、まあ、経験点を稼ぐことになるので、まあ、爆弾もね結構無理をしなきゃいけないっていうところだと思うんですよ。それを考えると、今回の北摂サクチャレって、まあ、いわゆるモテの勝負だと思うんですよ。モテる男ほどやっぱり爆弾って爆発しないんで、経験点ね叩き出してる人ほど爆弾を爆発しないで、まあ、やり遂げたということになりますので、まあ、基本的には北摂サクチャレの上位イコールモテる男と、まあ、考えていいんじゃないかなと思います。まあ、それをね踏まえると、まあ、やっぱり俺もちょっと上位の方に食い込んでいきたいというのがあるので、今回は寝ましょう。で、ここの評価は、まあ、せっちゃんでいいかな、やっぱり。で、まあ最初はね評価上げになるんですけれども、ちょっとみよちゃんの評価、これを気にしていこう。いない。みよちゃんの評価を早々に上げて、やっぱり告白を早く起こしたい。前回ね、井戸端が起きてから告白イベントが来たから。で、ここもヨーロッパで、せっちゃんで、ハッチは少し遅めでいいんだよね。まあ、なんでかっていうと、クリスマスにハッチが来ちゃうと経験点がだいぶ少ないんで、まあ、ミオちゃんもいるんで、まあ、少しはねでも上げておかなきゃいけないから。本命がせっちゃんで、2番目がミオちゃんで、ハッチは3番目、まあ、女性の序列ね、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーみたいなことを考えたときに、せっちゃんは早々にちょっとときめきで彼女にしたい。だ、クリスマス過ごすのはぶっちゃけどっちでもいい。せっちゃんでもいいし、みおちゃんでもいい。で、これで告白と。まあ、ただときめき状態にはしておいてもいいと思うんだよね。評価は低いかもしれないけど、これが分かんねえ。マトンにしてみよう。ハッチだった。まあ、いいか。評価じゃなくて、ときめきが上がる分にはね、全然いいんで。評価はね、選手キャラはどうしても練習で上がっていくんで。で、そうだね。ミオちゃんをちょっといるか見よう。で、ミオちゃんがいたらミオちゃんの評価を上げる。まあ、もちろんときめきタックが発生したらそれは最優先なんだけど、まずはみよちゃん。いない。いないときにじゃあ何をするかというと、ハッチのときめきを上げておこう。ときめきタックは評価関係ないよね。ときめきさえあれば起きるよね。まあ、ハッチとね付き合うのは、まあ、いわば義理だから。で、これよくわかんないから、あくまで我慢、体力の最大値。このイベントがこうどう分岐していくのかがよくわからない。うん。で、みよちゃんはとりあえず乗ったから、じゃあちょっとハッチもう一回ときめきを上げて、これ評価が上がるわけじゃないからね。で、告白が来て、まあ、一応付き合っておきましょう。一応ね、経験点のために、エピローグポイントのために、何よりときめきタックのために。あ、監督評価上がった。やった。監督評価ね、下がるとちょっときついからね。で、だから何にもない、タックも何にもない時にはじゃあ何をするのかっていうと、まあ、まずはちょっと練習レベルを上げるために個人レッスンをしよう。
怪我しにくさ、ロードワークは出る。ここでもらえるコツってなんか変わってるよね、変わってるよねじゃなくて決まってるよね。で爆弾がついたんだけど大丈夫、ときめきタックがない。でハッチも練習レベルを上げておきますか。60走塁、そうだここ走塁つかめるから、直取りできれば全然良かったんだけど、そこまでの経験点はないよね。で壺剣はもちろん受けて、いやありそうだったな、 B 賞ここ直取りしても良かったな。走塁別にコツが欲しいわけではないけど、まあパワーヒーね、両親のちょっとときめきを上げ始めますか。やっぱり合同練習前に3人は欲しい。 OK 体力は下がる、監督強化どんどん上がっていくな。うん来てる、やろう打撃、いいね、いいとこに来たね。まあハッチがいるけど一緒、これだって経験点のために。まあ爆発はしないよ、まだ最初だし。うわー2人、これはもう次なんだっけ、爆弾処理するんで、あれが来てるわけじゃないし、壺剣受けて体力減らしていいでしょう。さて代打、もちろん打っていこう。さっきめちゃくちゃ経験点手に入れたから結構余裕がある。ミートは C でパワー D まで持っていけるかな、持っていける、よしこれでいきましょう。で前回はねかなり敏捷ポイントがはけなくてダブついちゃったところがあるんで、これがうまくもうちょっと技術にね散ってくれれば。やべもう一回待ってこい、待ってこねえなこれ。でも監督評価は正直イベントで結構上がったからひどい。いや俺野球できねえから、モテるだけだから。あこれ前回上にしたよね、ちょっと下にしてみようか。念を送る、念能力者、体力が上がった、フルヒッター。でどっちが高い、今ハッチの評価よりは絶対ミオちゃんの評価の方が高い、これは維持したい。で練習レベルって今どうなってんだ、4か4だったら練習していけば勝手に5になるから、ときめきを上げていくか。両チーム普通っていうかあれじゃん、やる気がねえじゃんさっきやる気が下がったのかな、ちょっとやる気だけ見よう。ない、せっちゃんもここだ、ときめきが来てるわけではないから。でどうしよう、せっちゃんてかみおちゃんそもそも告白されてねえや、勝手に告白されたと勘違いしていた。うお、やる気がやる気が下がってるしさ、これあるかだけ見よう。せっちゃんでしょ、いないでしょ、いないでしょ、いないってことはもう消し去ろう。でここをどうするか、りょうちん頼む教えてくれ。オッケー。でクリスマスで、まあ、せっちゃんとりあえず来たんで、ここからまあ両チーム上げてってもいいでしょう。でちょっと練習見つつ、あればもうアイテム使ってやるけど、2段階だから一回遊ぼう。一人で悲しく、一人の時間も必要だから、こういう一人の時間も使って一回気分を落ち着かせてからまた女の子に手を出す。
こういう時じゃあハッチも開けちゃおう。ここでじゃあナイランダとか持ってるはずだから、そういうのは取っちゃおう。とにかく使う敏捷使うやつはガンガン吐いてこう。レーザービーム意外に使うけど技術も使うからね、プレッシャーな。ラッキーボーイもそうだけど、ちょっと置いといて、本命生還だよね、やっぱり。で、あと、打開も結構使う。かく乱もね。一掃もかなり使うね。取れないけど。あと、まあ、総力ブースト、シビード、ここら辺か。ダウトフィールダー、これでいいや。特に何かがあるわけではないので、また、ときめき上げ。りょーちんがあと1回くらいで乗るかな。ひでこのさやる気をそぐやつ、なんなの本当にこいつら。まあ、何にもない時はデートをしてやる気を上げつつ経験点。ここは強く経験点を取っていく。よし来た、筋力いいね。筋力は欲しい、打つために。さっき試合でしくったからな。でここでときめきが、そうか、みんな上がって、プロテインは飲まないで、何にもなくて、何にもなくてハッチはまだ乗ってないけど、りょーちんはときめきは乗っている。じゃあハッチちょっと評価上げましょう。少しこれで大丈夫でしょう。で合同練習が始まったので、さあこっからよ。カータいいね、来てくれた。早速二宮で、これ経験点ってさ3個もらえるやつがいいよね。その2つしかもらえないやつってどうしてもさ経験点偏っちゃうんで、それ考えるとハッチって一応なんか球速の得意練習持ってるじゃないですか。投手もいいんじゃないかなとちょっと思います。こういう時はちょっと待って、さばいとこう。まずはさばいとこう。パワーヒター取ろう。違う取りで、でパワーは B、まあ、ぶっちゃけ能力に関してはね、試合で打てるだけの能力があればあとどうでもいいんで。チカちゃんどうする。いやチカちゃんまではちょっとやってらんねえな。レッスンしよう。練習レベルを上げる。おっさん上がった。こっから来ない、来ないんですけど、来ないときは、来ないときはレッスンで、敏捷ポイントはいらない、精神にしとこう。さて骨格、君は第二候補だよ。で走塁、やっぱね走塁来るよね。はい、あこれエプレミちゃんだったか、ハッチかと思ったら違った。このやる気が下がりいの爆弾、ちょ見よう、あるか。肩ハッチいるね。ここでどうするかだよな。こっち使うか、ダブポワー発動って。だってそうだよね、やる気一気に上がるもんね。で経験点だけちょっと確認をしつつ、敏捷ポイントをさばいていきますか。敏捷と精神をさばこう。呼吸よし OK で、肩だから、まあ、精神は別にって感じで、あとのアルマグッズはちょっともうリカバリー用だな完全に。超ラッキーボーイアーチスト、2回目は飲んでいい。だから飲まないにすると経験ってもらえるか。いやこれはもう999しまった、溢れてしまった、何も考えてなかったな俺。はい100、これでいいや。
今どれくらい溢れた、ちょっとわかんねえ。これはこれで結構経験点もらえるね。あれがついてるからか、火が。そこまでのちょっと危険は犯したくない。で、そっか、ダブパワーが終わったら終わったで、あれなんだよね、やる気が下がるんだよね。レッスン。よし、2だと100上がるからね、経験点が。で、登り竜いらないけど。で、ちょっと見る。1人でしょ ?1 人でしょ、ってことはない。ないってことは、デートして、ニオちゃんにしよう。シンガーアーティスト取れれば、だいぶ経験点さばけるからね。あ、そうだ、上がんねえんだ。間違えた。やる気が上がると思ってたら、上がんねえや。二宮、大丈夫。ここも、ときめきがないから。危ねえ、危ねえ、危ねえ。手が滑った。誰も誘わないとか、そんな悲しいことしないよ。これは上。できてる。あります。まあまあまあ、特に爆弾があるわけじゃないんであれですけど、それでも経験点はやっぱ伸びるよね。ホーム刺繍いらなすぎる。飲まない。うん、まあちょっと経験点くれるね。で、合宿が10ターンか。いや別にやることねえな。ミオちゃん進めるか。経験点くれっからね。ちゃんのやる気が上がるデートの箇所を把握しておこう。1回目は上がらない。で、野球のリズム別にいいんだけどね。スイープ取れた瞬間にもうやっちゃおう。100プラス300 450 550。技術的な話をするとちょっとこっちがいいかな。400。いやーちょっとな。臨床って今 C、 総力 C か。結局かな、まだちょっとここは総力でいくか。4月の4週でしょ。まあまあまあ溢れはしないかなとか言って、総力タックが来ると溢れるんだよね。まあメンタル来てるね。よし、じゃあやろう。洗礼の一撃、洗礼の一撃を俺が食らいそうなんだけど。これで。で、ここでスイープ取ったらもう取ろう。よし、さすがに取れるよね。これはもう自家撮りする。自家撮りっていうか、せっちゃんもスイープを選んだんですけど、敏捷を割くために。で、技術と精神が結構あるから、ここら辺ももう取れるコツはじゃあ取っていこう。洗礼も取っちゃおう。敏捷今のところ大丈夫そうだね。アペレジヒッターも取ろう。怪我しにくさも2段階取っちゃおう。プルヒッター角打法欲しい。直撮りしよう。筋量がなくなった。400-300だったらまあまあまあかな。で、メンタル、メンタルが結構来てくれれば技術も稼げるんだよね。何にもない、何にもない時どうするか。ミオちゃんとデートをする。3回目。急伸び、うわー、これはやろう。これはやるよ。肩しかもいいね。技術、打球伸びがさっき取れたからコツ。打球伸びを潰すか。これだけ筋力あれば大丈夫でしょう。で、投入アシストも取ろう。ささやき破りも取ろう。で、そこから守備上げてこう。
これでまた経験点をさばいたので、はい、肩悪くないね。こう考えると悪球打ち、よし行く、これは行く。600、いやこれ絶対こっちでしょ。俺のモテを見せてあげましょう。ここがやっぱりモテるかどうかの境目。もう筋力ねえんだってことは、肩はそうか、技術使うから、まあいっか、これでよし、来ました。これって結局さ、経験点いくつ入ってるの、全然カウントしてなかったけど。早急、危ない危ない、こっちだったこれはやる。これがだからモテですよ、モテる男のガチ。600、800、700、いやこっちの方がすげえな、経験点的には。ただ新アーティストがまだないから、この筋力がさばききれないんだよな。フルヒッタードロー、フルヒッター取って骨格打法失って骨格打法取ってフルヒッター失おう。これです、経験点はさばく。もうアホらしいけどしょうがない、そういうことも必要。速攻取ろう、一発逆転、4番取ろう。よし、これでこれで400で700、うん大丈夫な、行こう。これ直しただろう、どうだ。まあそうだよね、やる気が下がった。とりあえずやる気が下がったんで気分落ち着けよう。一回アロマを使って気分を落ち着ける。でモテる男はトラブルにもやっぱ対処しなきゃダメ、トラブルに対処するんだけど、やっぱり何にもない状態だとなかなか精神をね落ち着けるのが難しいんで、こういう時にアロマを嗅いで気持ちを落ち着ける。でほらまたこれでモテるじゃん、モテる男に復活よ。ちょっと技術、ちょっとマジでさ、また今度は逆に筋力さばけない現象になったから、でも筋力と技術が余ってるってことは何をするか、ちょっと守備職人とタイエースを取ろう。何をするかっていうと、ブルヒッターを取る、で骨格打法を取る、でブルヒッターを取る。あちょっと待って、一回確定しなきゃいけないのこれ、こう、ちょっと待って、戻る、これあ減ってる、いいや確定させよう。でこうでしょ、でプルヒッター取るでしょ、で広角打法を取ると減る、でここで戻せばいいのか、これで減らしていこう。でプルヒッター取るでしょ、で広角取るでしょ、これで300で、もう一回やっとこう。でプルヒッター取るでしょ、広角取るでしょ、ここでいいや。さてじゃあちょっと精神メンタル落ち着けよう。せっちゃんの評価もね上げないといけないから。で気になるのは監督評価大丈夫、103、ちょっとやべえ監督評価やべえ。えこれで一回、いや試合でさ、でもさ負けるってあるか、103だったら試合代打でいいや。300、400はいかないけど350くらいは手に入るか。安定、いやもういいや、モテる男は監督の評価なんて必要ない、試合も勝つ、ラブパワー、ちょっと今いらないんだけど、ちょっと待って、これもう2回爆発するのは無理だけど、800、これ乾燥してんな、敏捷が。これいけんな、ミートもちょっと上げきっちゃおう。いや大丈夫、400、500だから大丈夫、経験点だよ、だって経験点だもん、サクチャレは一発逆転、
代打知ってます。もうみんなお願いします。代打の切り札として俺は出るんで。で、あと総力ブースト取っちゃおう。ほか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 、敏捷さばけ敏捷さばけ。超ラッキーボーイもいいや、行こう。高速チャージで、レーザービーム、ムード、ムードよくしてあげたから頼むぞ北雪。あとあれだ、盗塁があったわ普通に。よし、これでまあまあまあだいぶいったね。お待たせいたしました。点を取って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 、お願いします。やはり俺の出番か、俺が行かなきゃダメか。スライダー110キロ、球速が遅いなこいつら。ルイに出ました、お願いします。満塁、これがモテる男の実力です。ピッチャー頑張ったね、しらすとはいえ。これ監督評価っていくつ上がるの？15か。いや、ここはもう絶対もう爆発は無理だよ。除去しよう、何も来てないから。うわ、こういう時にな、来てね欲しいんだよね。やっぱりラブパワー継続中だからな。ちょっと待って、デートしてさ、一応新アーティストミオちゃんの評価がミオちゃんの評価が下がっている。うん、で筋力はだいぶさばけるんで、で次ラブパワーが切れちゃうともうあれなんだよね。お、いいね、新アーティスト、これいいわ、筋力めちゃくちゃさばけるわ。鈴木くんも一応試合キックを3点、よりしって2点、あとを任せろ。ここだ北斗、ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、ちょっと見よう、本当に見よう、これは第2球投げました、これだ、これが代打の切り札、俺の実力だ、見たか北斗、危ねえ。やっぱり甲子園行くといかないってね、ってか試合を最後までこなせるかで経験ってだいぶ変わるからね。どうする、なんもねえわ。こういう最後の最後でな、ラブパワー来てるときに、ハッチも経験点くれるっちゃくれるから、どうだろうな、爆弾除去しておく。この状態でいくと強化が下がるっていう、もうやる気はいいよ。これは上、よくわかんないけどやる気上がった。でもはやときめきは使えないんで、マジでやることがない、遊んでもしょうがねえしな。あれ、あとそっか、ミオちゃんの評価、これを気にしなきゃいけないんだ。一応試合で溢れないように OK、 エピローグでも溢れないようにしないといけないからね。マチェット、さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面からはガンガン打っていこう。ま、地方大会にさ俺が出るっていうのがそもそも、ま、甲子園でようやくその本領発揮するから。北雪リードで迎える6回です。ノーアウトランナー一塁、地方大会ごときで俺の力を見せつけるのはもったいなさすぎる。北雪リードで迎える8回です。キレツーアウトランナーなしという場面で野々村、今日5打点を挙げています。第2球投げました、打ってこう、めんどくさくなってきた、危ねえ。ピッチャーマジ不安だよなこの高校。アタックはあってくれた方がいい。ミオちゃんは評価大丈夫だね、せっちゃんも評価大丈夫、ハッチも評価大丈夫。
プレミちゃんありがとう。ちょっとでも経験点を稼ぐ。600か。これをどうすればいいんだ。2だ。趣味でも取ろう。一発逆転にあれがないのがきついな。トリックスタも取っとこう。ほかほかほか。逆襲はな、ちょっとやっぱり技術がなんだかんだで足りなくなってくるね。はい、ゴールヒッターも取っておくか。じゃあ逆境さよなら、このホーム突入取ろう。ヘスラ代打を取る。で初球なんても5になってるし、意外性流しは技術だからね。またプルヒッターに走るか技術がないから広角打法を取れないんだけど、それはいいか。もうこれでいこう。とりあえず8って最後経験点どれだけくれんだっけ。エピローグでそんなに多くはくんないんだよね。お待たせいたしました。絶対点取られんな。ここ何なんだ。野々村、これが甲子園の洗礼か。うちの投手陣だと甲子園クラスの高校になるともう耐えられない。北摂追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面。自分がやはり点を取るしかない。ちょ、マジかよ。めちゃくちゃいい勝負だな。今日2本のホームランを放っている野々村。内角高め。青木ちゃんとかなんか久々に見た気がする。ここで球速が遅いからね対応できる。6対7。いや踏ん張ったよ、頑張ったよ。ピッチャー誰か知んないけど、いやここでももうオール90だからね、やっぱでかいよね。でタック走塁か、まあ、やろう経験点のために。でもエプレミちゃんのタックでも100近く手に入るのか。エプレミちゃんは筋力ボーナスがあるからね。あったよね確か。さてじゃあちょっと最後に美少と筋力が溢れないように、美少がちょっと怖いね。そうするともう美少使うやつがそうそうないんだよな。ちょっとやっぱプルヒッターと広角打法1回ずつ取っとこう。プルヒッターだけ取っとくか。であと技術使うから結局その美少さばこうとすると追い打ちで25、25とかそういうものしかないな。50か60。サイン察知か。でこれを冷静取れば50さらにさばけるな。ちょっと待って、こっちのさクイックも、あクイックも結構敏捷使うね。でさらに打球反応で根性はどっちかっていうと精神系か。全開取ろう。これで溢れない。さすがに溢れないでしょ。エピローグ経験点とか。あとは虹谷から経験点を回収する。お待たせいたしました。2点。2回の裏、北摂攻撃に入ります。トップバッターは野々村。お前から経験点を回収させていただく。4回の裏、北摂攻撃に。そのための生贄だ。虹谷お前は。うわライナー。さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面。これはノノシュートか。フォークかなって思ったけど。ちょっと違った。これプルヒッターだったよね。さあ甲子園本当厳しいわ。簡単には勝たせてくれないよ。投球はこれから3球目。虹谷お前にトラウマを植え付けてやろう。さよならホームラン。さらばだ。正直これでサクチャリもさらばしたい。疲れるわ本当に。
チョ20も回収して1位にはなれないよね。そう、まあ、3からのミオちゃん経験っていうか少ないんだけど、なんで まあいっか。これでどれくらいいったかだよね。そもそもの経験点がどれくらいいったか、1万7000か。これでもこれだけ無理をしても1万7000もうよ。だからでかいときめきが3回くらい来なきゃダメってことでしょ。なんかこれってどうなの、査定的にさ高くなるのかな。経験点がそもそも高いから守備はなんか上限持っていけそうじゃん。持っていけねえか、技術が足んねえか。あ、足んねえわ、ギリギリ足んねえわ。じゃあいいや、1万7000だとどれくらいのそのトータル的なあれが出るんだろう。総経験点が1万7000でしょ。でこれは2つ、あ、じゃなくて5種類は入れてるでしょ。で男の子指キャラも2人入れてるでしょ。だったら上限解放系なんでこれ悪くはないはず。このパーセンテージ的には 230%、 342か。これでもやっぱ2万だね。2万出したいけど2万マジきついわもう。というような感じになりました。1回ね爆弾が爆発しちゃってるんでね、そこが若干厳しいところでしたけれども、やっぱりリカバリー1回だったらなんとかまあなりそうな気はします。だ爆弾が爆発していいのはアイテムでリカバリーができる状態で1回までっていう感じですね。あとはもうやっぱりもちろん爆弾が爆発しないことには越したことないんで、爆弾を爆発させずにまあいかにときめきタックを粘るかというところにつきますね、やっぱり北摂高校は。まあ、そんなわけで、現在の、モテ順位は342、まだ342人の、あ、41人かのモテる男がいますので、まあ、ちょっとその人たちにいかに近づけるかというのが今回のサクチャレの目標になります。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。今日はこの後女の子と遊びに行くんでよろしくお願いします。